銀姫って呼ばれております。まあ、冷泉王国の第二王女なんですけど、その銀装兵団の団長様でございます。はい、で、あらゆる物体のね、気っていうものを捉える特殊な力を持っていて、まあ、気を通じて、まあ、物体自体をそのね、自在に操ったりとか、あと他者の嘘だったりとか、そういうのを見抜くことができるんですね。そういった意味ではなんか敵なしというか、はいはい、で嘘がね見抜けるって相当使えるというか強い力だと思いますので、まあ、そして指揮官としてのカリスマ性も高くてですね、結構その団長ってこともあっていろんな部下たちだったりとか仲間たちから慕われている、そんなかっこいい強い女の子でございます。いいですよね、スタリア可愛いですよね。そう、ここの説明だけ見ると比較的かっこいい部分が多かったと思うんだけど、それだけじゃない結構可愛らしい、いや可愛らしいですよね乙女な感じ、なんか思わず笑っちゃうようなシーンがあったりとか、うん、楽しみですね。はい、じゃ続いて、はい、続いて私が演じるヘゼラとグレアについて紹介します。ヘゼラとグレア、まあ、双子ちゃんなんですけれども、銀装兵団の双子の十師長でして、グレアがお姉ちゃんでヘゼラが妹なんですけれども、はい、まあ、見た目がね、竜に似てる目と、あとギザギザした歯が特徴的な女の子たちで、うん、結構無邪気な一面があったりとか、うん、まあ、いろんな表情を見せてくれる子たちなんですけれども、まあ、なんか一見可愛らしい子供に見えるけど意外とこう能力はしっかり強くって、そうなんだよね。そうなんですよ、すごい遠く暗闇の中でも遠くを見れる、まあ、視覚能力、視認能力とか、あとすごい離れたところにも任意で届けたい場所まで声を届けることができる、特殊な発声能力を持っていたりします。あと竜を食べると、竜の肉を食べると回復するみたいな竜の肉ってどんななんだろうね、どんな味がするんでしょうか。それこそ本当にその銀装兵団って、まあ、まだねいろいろキャストだったりとか、いろんな情報っていうのは明かされてないのであれなんですけど、本当に個性豊かないろんなキャラクターがいるんですけど、このヘザラとグレアについては見た目だけで言うと本当に妹的プリちゃんとか可愛らしいね、ちょっと幼かったりとかっていうのがあるんですけど、本当にみんな一筋縄ではいかないというか、いろんな面を持っている子だったりするので、またそこがね明かされるのは楽しみにしててください。はい、お願いします。